数は少ないながらも個性豊かなミカサグルメを今までにいくつか紹介してきましたが、今回は比較的新しめのミカサ市のスイーツの店に行ってみたいと思います。おじさんなのでスイーツとかあまりよくわかりませんけど、頑張って紹介します。では一つ目の場所です。ミカサ市中心部にお店はあります。ミカサ名物の北海盆踊りが開催される中央公園より南へまっすぐ行くと、突然現れるおしゃれな扉、フィナンシェ専門店リルスリールさんに行ってみました。フィナンシェってなんだよと思われる方もいらっしゃると思いますが、フィナンシェとはフランス起源の焼き菓子で、フィナンシェ型と呼ばれる小さな台形の金型で作られた形が特徴で、基本材料は薄力粉や砂糖、卵白、アーモンドパウダー、バターなど、綺麗な焼き色とアーモンドとバターの香ばしく豊かな香りが特徴のお菓子です。私のようなおじさんには無縁とも思えますが、とりあえずフィナンシェ買ってみます。ちなみにお店に駐車場はないので、市役所近くの市外からの来訪者駐車場を利用するようお店のインスタに案内がありました。駐車場からお店までは徒歩 4,5 分といったところです。というわけで購入してきました。フィナンシェとアイスコーヒー。フィナンシェの値段は忘れてしまいましたが、だいたい1つ250円くらいからだった気がします。いくつか味の種類がありました。あんバターサンドも買いました。甘さ控えめでアントバターとフィナンシェの味がしっかり味わえます。コーヒーと相性バッチリですね。こちらはフィナンシェ3個入りボックスです。とてもおしゃれな箱に入っていて、お土産にも良さそうです。というわけで、ミカサ市に新しくできたフィナンシェ専門店でした。それでは次のお店に行きましょう。ミカサ市中心部から奥の方へ向かいます。ここら辺は鹿が飛び出してくるので注意しましょう。ミカサ市中心部から車で10分ほど、かつて炭鉱で栄え、今は静かな町イクシュンベツ。イクシュンベツには過去に何度も訪れています。こちらは大正時代から受け継がれている老舗サラシナ食堂。ミカサポンベツ焼き鳥金次郎、そして今回はイクシュンベツでスイーツです。倉津田さんにやってきました。去年の冬、イクシュンベツにものすごい雪が降った時も一度来ています。2023年6月オープン、約100年前の蔵を使用した店舗が目を引くスイーツショップです。雪に埋もれた蔵もいいですが、
やはり夏の緑に囲まれた蔵が見たいと思い、再度来てみました。市内で栽培されているメロンやかぼちゃやさつまいもを使用したスイーツを買うことができます。スイーツのことがよくわからないおじさんでも、蔵を使用した店舗は目がキラキラしちゃいますね。2階はイートインスペースになったようです。スイートポテトとスイートポテトのプリンとアイスコーヒーとポン別炭鉱立坑櫓です。家に帰ってきてから食べました。とんでもなく濃厚なので好みは分かれるかもしれません。とにかくしっかりスイートポテトが味わえます。こっちもいただきましょう。見た目通りの濃厚で上品な1個で大満足のスイートポテトです。なんかうまいこと味を表現できなくてすいません。道の駅にやってきました。こちらの特産品販売コーナーに行ってみます。こちらで石炭フランスパンを買います。以前石炭グルメをいろいろご紹介した中で、なぜか石炭フランスパンの写真を紛失しご紹介することができませんでした。なのでもう一度購入し紹介します。冷凍庫で冷やした状態で売られています。オーブントースターで温めてから食べてくださいと書いてありますが、袋から出してしまったので冷たいまま食べます。冷たくて味はよく分かりませんでしたが、暑かったのでひんやりしててちょうど良かったです。当然ながら石炭っぽさを出すために竹炭が使われています。